はい、こんにちは、美容師の野です。今回は自宅で家族の方や友達の髪を軽くしていくやり方についてお伝えしていきます。ミディアムヘアの長さを変えずにスキーバサミで軽くしていくやり方をお伝えしていきます。やり方はまず横後ろをブロック分けしていきます。後ろは3段に分けていきます。横は上下2段で分けていきます。スキーバサミで軽くしていく作業は襟から順に軽くしていきます。横に来て横も下から上に向かって軽くしていきます。前髪に関してはお好みで軽くしてあげてください。今回は収まり感も出つつ軽さも出るような仕上がりになるようなやり方をやっていきます。では今からやっていきます。はじめにブロック分けをしていきますが、その前に変なね癖がついてたり跳ねているようであれば、軽くでブローするかストレートアイロンで伸ばしておいてください。その方がすくときにやりやすいです。そして髪はね乾いてる状態でやっていってください。濡れている状態だと仕上がりがイメージできにくいです。じゃあこれでやっていきます。横後ろを分けていきます。横は耳の後ろ、顔に向かってが横になります。あとは後ろとなります。反対の横も同じように分けていきます。それから後ろは上、真ん中、下の段で3段に分けていきます。この時まっすぐというよりもラウンドさせながらブロックを取っていきましょう。次は中間ブロックになります。ここもまっすぐではなくややラウンドさせるように取っておいてください。横に関しては後ろ髪が終了した時点でブロック分け、上下を分けていきます。襟から軽くしていきます。串で毛流れを整えておいてください。襟の中央から軽くしていきます。約 1.5 センチ束を引き出します。根元、中間、毛先ありますよね。中間どころよりも少し毛先に行ったところ、ここから1,2,3 と軽くしていきましょう。次の束に入っていきます。先ほど軽くした束は持たないでください。そして1,2,3です。同じ場所を軽くしていきます。次の束に入ります。同じ位置から軽くしていきます。軽くした束は持たないでください。串で整えていきます。次は真ん中のブロックに入っていきます。ヘアクリップを外してから串で整えていきます。中央から軽くしていきます。 1.5 センチ幅の束を取っていきます。先ほど下で軽くした束はね持たないようにしてください。床と平行に引き出すとこのくらいです。それよりも低めで引っ張り出してください。それで根元、中間、毛先ありますが、中間部分に1回、それよりも少しずれて1回、このような形で軽くしていきます。次の束に入っていきます。同じように束を引き出して中間軽くしていきます。真ん中のブロックは主に中の方を軽くした、そういう流れです。ここの中間もう一個やることがあります。それはね耳の後ろの束をねもう一度引き出します。ここも約ね 1.5 センチ幅の束を引き出していきます。中間に1回軽くしていきます。反対のところも 1.5 センチ耳後ろです。幅を引き出して中間に1回軽くしていきます。これで真ん中のブロックが終わりました。次は表面です。ヘアクリップを外して串で解いていきます。ここはねいっぺんに持ちましょう。毛先軽くしていきます。根元、中間、毛先とありますね。毛先のところのしっかりね軽くしていきます。表面は中間から根元付近には入れないように注意しておいてください。次は横に入っていきます。横、上と下半分にね、分けていきます。束を引き出します。1.5 センチぐらいの束を引き出して、中間に1回、やや毛先の方にずれて1回です。2回軽くしていきます。
表面です。一辺に持ちましょう。毛先を軽くしていきます。次、反対の方を軽くしていきます。半分に分けていきます。 1.5 センチの束を引き出します。2回ほど軽くします。中間と少し毛先にずれて、表面は一辺に持って軽くしていきます。毛先、この流れでミディアムヘアを軽くしていってください。あとは前髪に関してはお好みで軽くしてあげてください。ただあまり軽くなってないという方はね、中にはねいるかもしれないです。基本的なことを言うと、お家ですきばさみで軽くするときは重めに残した方が正解です。その方が収まりよくセットしやすくなります。あまり軽くしすぎると羽が出てくる、まとまりが悪くなることがね出てきます。とはいえ重くて仕方ない方はもう一度横後ろを分けていって、後ろ半分分けていきましょう。その時は U 字型で取っていってください。中央から軽くしていきますが、だいたい床と平行ぐらいに引っ張り出して中間に1回、次の束も床と平行ぐらいに引っ張り出して中間に1回、束の幅は同じです。このように軽くしていってください。そして次、表面になりますが、毛先1回軽くしていってください。横に関しては中の方をね取っていきましょう。3等分分けた半分ぐらいな感じでざっとね取っていきます。それの中間部分に1回、反対もそのようにやっていってください。これがどうしても重くて仕方ない方がね、続いて軽くするやり方です。どんなに重くてもこれ以上はすきばさみを入れないようにしていってください。また伸びてから軽くする作業をねやっていってください。今回のやり方で注意ポイントがね3つあります。1つ目が、表面は毛先メインです。軽くしすぎないようにしていきましょう。2つ目が、中間部分ね軽くしましたね。その後に耳後ろももう一度軽くしていってください。最後3つ目です。全体的に重めに残してあげてください。中の方はしっかりめで、あとは重め、そのようなイメージでやっていくとまとまりやすさ、収まりやすさがね出てきます。ぜひ参考にやってみてください。ということで、皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。